どうぞ。
こちらこそよろしくお願いいたします。後期高齢者並んでください。よろしくお願いします。出発式に先立ち、日常役場の引き渡しを行います。副大統領、高松会長、よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。皆さんおはようございます。本日は、新町、町内会、新町会、再利団体の皆様方、誠におめでとうございます。ありがとうございます。これから、入魂式の方、栄光されると思いますけれども、新町の新しい歴史、1ページ目として、それにふさわしい、入魂式にしていただきたいと思っております。そして、祭礼団体の皆様方、このままの綺麗な姿で、この、入魂式会場まで収めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日は誠におめでとうございます。高松新城市会長よりご挨拶をいただきます。登場から集まっていただきありがとうございます。これから旗神社へ行きまして入魂式を行いますので、皆さんによろしくお願いいたします。次に平岡自治会長よりご挨拶いただきます。おはようございます。皆さんの ご協力により、本日入魂式を迎えることができました。これから旗神社に向かうわけですけども、帰ってきまして式典終了までご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。次に栄光責任者の辻さんからご挨拶いただきます。新町櫓の栄光責任者と大役に非常に苦しまる思いになっております。水谷同僚、前田さん、見事な櫓制作していただきましてありがとうございます。この櫓をですね、本日お披露目できることを深く感謝申し上げます。ありがとうございます。馬の青年団、小中学生の孫の代まで気づかれることをですね、祈願しまして栄光したいと思いますので、皆さんご協力のほどよろしくお願い申し上げます。これより出発いたします。皆さんよろしくお願いします。うちの知らぬけど、
Thank you.
Yeah!
新町の新潮法人祭をご再考させていただきます。まずは始末閉幕もかしこきいざなぎの神きこしめせとかしこみかしこみももすお清めのお祓いでございます。頭を軽くお下げくださいませ。なおりご神の奥義、ご一同様頭を軽くお下げくださいませ。次に線を供す。最終祝詞と奏上閉幕もかしこきあたかむやしろのかしこみかしこみももさ新町の老人たちはしも仕事の使え祭るこの太鼓台を引き出し新しく作り負けんことを相語らい相計りてかしこみかしこみも申すなおり次に清払いの最終玉串を立て祭りで拝礼。新町会役員関係各位皆様の玉串奉呈の儀でございます。作成いたしました順位に従ってご総務を読み上げをいたします。まずはじめに新町会会長高松勝利様、新町会副会長横田隆司様、新町会参与辻忠則様、お願いいたします。伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、同じく伊豆谷工務店村地亮太様、同じく伊豆谷工務店兵庫空様、お願いいたします。
木彫り前田工房社長前田真紀彦様、同じく木彫り前田工房西出祐樹様、同じく木彫り前田工房宮本翔太様、お願いいたします。平岡夏美様、新庄会相談役三本英二様、新庄会顧問三本重弘様、お願いいたします。新庄会書記安原武史様、新庄会会計横田太史様、新庄会会計阿部浩一様、お願いいたします。新庄会会計監査安原茂之様、同じく新庄会会計監査名倉仁一様、お願いいたします。新庄会広報部長岡義治様、新庄会財務部長北野正人様、新庄会政策部長上村正史様、お願いいたします。庁務局長小津様、新庁会事務局書記ラブトマサヒロ様、お願いいたします。栄光責任者辻正孝様、保存会代表松下義之様、お願いいたします。組長谷本明宏様、実行委員長辻隆明様、青年団団長小田井淳様、生口法廷の議終了でございます。次に天王です。これをしまして令和4年新町地区の新町法人祭すべて滞りなく大神様の方にお仕えすることができました。本日は誠におめでとうございます。引き続きましてご神主入りたいと参りたいと思います。準備できますまでしばらくお待ちください。今回の発声は新町会政策部長新町矢倉保存会会長上村正史様、お願いいたします。岸谷工務店並びに前田工房さんのますますのご活躍と、ここにいらっしゃる皆様のご健康ご多幸祈願し、また新町新町矢倉、完成を祝福しまして、いやさかさんとご唱和ください。はい、チーズ。もう一枚いきます。オッケーですか。はい。オッケーです。はい。
です。お集まりいただきありがとうございます。
リーク夏大学らお披露目していただきありがとうございます。この秋また明るく楽しい祭りができますよう、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。当初より警備の方も見ていただきまして、またいつも一緒に出させてもらいまして、ありがとうございました。一層今年、夏日が夜の祭りがあった時は、よろしくお願いいたします。さあ、そうだよ。
がってるんだ。おめでとう、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 
ので、よろしくお願いします。Oh!
本日は誠にありがとうございます。
ありがとうございました。次に新潮会会長高松勝利よりご挨拶申し上げます。本日は矢倉新庄ありがとうございます。ありがとうございます。新町矢倉新庄に関し新町の皆さん、新町に関係する皆様方のご支援ご協力いただきましてありがとうございます。新町矢倉新庄会会員一度感謝しております。新町矢倉新庄会会員全員が一丸となって7年間頑張って努力した結果、泉大津の有名な伊豆谷工務店、岸和田でも有名な前田工房、皆様方の最高の技術匠の技で矢倉が完成いたしました。皆さんありがとうございます。伊豆谷工務店社長、前田工房社長には重ねてご参加いただきます。新しい矢倉は新町の財産でもあり、新町の文化の象徴だと思います。ここ2年間はコロナという疫病で始まりがありませんでしたが、今年はあると思います。その時は今の新しい矢倉で心を引き旗神社 AIB 栄光をしていただいて秋祭りを楽しんでいただきたいと思います。私の気持ちで皆さんに再度お礼申し上げます。新町の皆さん、新町に関係する皆様方、新町矢倉新町会の皆さん、新町に協力していただいてありがとうございます。新町会会長として感謝いたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ここで新町会より新町自治会に目録の金券を行いたいと存じます。平岡自治会長、高松会長、前へお願いいたします。目録の矢倉本店に認定いたします。令和4年5月8日新町矢倉新町会から新町自治会に私いたします。新町矢倉が新町地区の宝となりました。誠におめでとうございます。それではお写真を収めさせていただきます。ありがとうございました。次にご列席いただいておりますご来賓の皆様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。西鳥取地区代表坊根組総括責任者根口修一様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました西鳥取地区の出口修一です。新町地区矢倉新町お祝いの会にご招待いただき誠にありがとうございます。たくさんの諸先輩方のおられる中、僭越ではございますが一言お祝いの言葉を述べさせていただきます。今日ここに新しく新町地区の矢倉が入魂され、立派な矢倉が堂々と鎮座されている姿を見て、出席されている新町地区の皆様方もさぞ感激されていることと存じます。誠におめでとうございます。こうした大きなプロジェクトが達成することができたのは、ひとえに地区を愛する皆様の賜物だと思います。伝統ある秋祭りをこれからも地区の皆様と引き続き一緒に盛り上げていきたいと思います。最後に新町地区の発展と皆様方のご健勝とご多幸をお祈りして、甚だ簡単ではございますが
挨拶の言葉と返させていただきます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。ご列席いただいておりますご来賓の皆様、お一人お一人にご祝辞を頂戴したいところではございますが、お時間の関係上誠に失礼かと存じますが、ご紹介のみとさせていただきます。なお拍手は皆様のご紹介を一斉に頂戴いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは株式会社伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、新町の皆様方おめでとうございます。ありがとうございます。株式会社木彫り前田工房前田昭彦様、おめでとうございます。先ほどご祝辞を頂戴いたしましたボーデ組総括責任者出口修一様、上文様、おめでとうございます。大文様、おめでとうございます。ボーデ組様、おめでとうございます。愛生町様、おめでとうございます。旭町様、おめでとうございます。大西町様、おめでとうございます。尾崎宮本町様、おめでとうございます。黒田様、おめでとうございます。下井出様、おめでとうございます。石田宮本様、おめでとうございます。鳥取中様、おめでとうございます。次年田上文様、おめでとうございます。次年田東文様、おめでとうございます。次年田上東文様、おめでとうございます。泉鳥取様、おめでとうございます。山中谷様、おめでとうございます。買掛様、おめでとうございます。箱作り西様、おめでとうございます。箱作り東様、おめでとうございます。本日のご列席誠にありがとうございます。皆様どうか盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。次に新町やぐら製作にご尽力いただきました方に感謝状を贈呈したいと存じます。プレゼンターは新町会製作部長上村正史でございます。上村部長、よろしくお願いいたします。はじめに株式会社伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、前へお願いいたします。伊豆谷工務店伊豆谷道具の記念は新町矢倉新町にあたりと卓越した技術を遺憾なく発揮し、矢倉にこだわる当町の響きを生み見事に完成されました。入校式にあたりその偉大なる功績をたたえ本庄を送る心より感謝の意を表します。令和4年5月期日新町矢倉新町会会長高松川俊上村正史。ありがとうございました。次に株式会社木彫り前田工房前田昭彦様、前へお願いいたします。株式会社木彫り前田工房前田昭彦の記念は新町矢倉新町のあたりその卓越した技術と想像力を遺憾なく発揮し後世に残る精一杯矢倉を完成されました。入校式にあたりその偉大なる功績をたたえ本庄を送り心より感謝の意を表します。令和4年5月7日新町矢倉新町会会長高松和史、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続いて鏡開きを行いたいと存じます。鏡開きには平岡自治会長、
高松新町会長、横田新町会副会長、辻新町会参与、伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、木彫り前田工房前田明彦様にお願いいたします。それでは参りましょう。せーの、よいしょよいしょよいしょ。ありがとうございました。威勢よく鏡開きを行っていただきました。ありがとうございました。それでは乾杯に移りたいと存じます。スタッフの皆さん、ご準備をお願いいたします。乾杯のご発声は新町会顧問三本重弘より申し上げます。僭越ですが、乾杯の温度を取らせていただきます。5月8日新町新町、入魂式、日より皆様の、千代に八千代にご繁栄を祈って乾杯。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様お座りくださいませ。ではここで新町会副会長横田隆二より御礼のご挨拶を申し上げます。本日は、入魂式自宅を成功しました。本当にこれも全て皆さんのおかげと申します。これを思いまして本当にありがとうございました。こういうことをできたもん、やっぱり本当に一人一人のみんなの力であって、これも先ほど会長なり理事会会長が言われたように、新町もこういうを発足したのが7年前ということで、去年から7年間いろんな人のお世話になり、なんとか皆のおかげでここまでできました。本当に本当にありがとうございます。感謝の一言、それすぎると思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後に、新町会財務部長、北野正人より、例会の辞を申し上げます。皆様、こんにちは。新町会財務部長を拝命しております北野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。閉会の辞に際しまして一言ご挨拶させていただきます。皆様のおかげさまで何とか新町櫓の記念式典を無事終えることができました。誠にありがとうございます。私事ではございますが、私の母、新町で生まれ育った母が亡くなったのが平成27年でございます。その27年に、新町会が発足されました。以来7年間、お恥ずかしい話ですが、分資金はゼロからのスタートでございました。非常に、皆さんにご苦労なりご無理を申し上げたこと、ここの場を お借りしまして、感謝とお詫びとありがたさを感じております。誠にありがとうございます。そして西谷社長、前田社長、新町の日本一の櫓を作っていただきまして誠にありがとうございます。我々はこの新町の宝物を一生大切に使っていきたいと思います。本当にありがとうございます。それでは本日ご来賓の皆様並びに本当に新町会に、最後までご支援をいただきました、新町に、関わっていただいた、今日ご来場の皆様本当にありがとうございます。皆さん本日、ご出席の皆様のご健勝とご多幸を記念いたしまして、閉会の辞とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
感謝の気持ちを込めて花束を贈呈させていただきました。ありがとうございました。講師何かとお忙しいところ、新町あぐら新町記念式典にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。本日のご列席、新町自治会新町会保存会25人組青年団に代わり心から感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。では解散式の方を始めさせていただきます。まずはお礼の挨拶として、青年団よりいただきます。市長会の皆様、本日は晴天に恵まれ、無事に入館式を終えることができて大変嬉しく思います。これも新町会、また新町に関わる関係者の皆様の多大なるご支援ご協力の賜物と存じます。青年団まだまだ未熟なところありますが、この櫓で祭りができる喜び感謝の気持ちを忘れず精一杯頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これからみんな若い人はよ、これから新町をよ盛り立てて頑張って、はい、祭りを盛大にやっていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。記念品の贈呈を行っていただきます。皆さん頑張っていただいてありがとうございます。皆さんのおかげで櫓が新しくできました。皆さん大きにありがとうございます。新町会解散宣言を辻洋次事務局長よりいただきます。皆さんどうも、まだまだ、ダム整理、残ってるんですけども、新町会、こうして一堂にみんなが会する場で、大きな区切りとして、新町会解散ということをさせていただきます。本日まで、いろんな場面で山本に立っていただいた役員の皆さん、本当にありがとうございました。また、茨の道を覚悟で、自ら手を挙げて、名を連ねていただいた、新町会会員の皆さん、ほんまにありがとうございました。最後の追い込みで、連日連夜、素晴らしい準備をしていただいた、新町大好き会の皆さん、本当にありがとうございました。結びに、皆さん一人一人がみんなに対して、ねぎらいと感謝の気持ちを込めた一本締めで、新町会新町櫓新町会の解散を承認いただいたということにさせていただきます。皆さんお手を拝借。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。Take it.
する。高さ気つけてな、高さ気つけてな。いけるで。はい。タオルをまだまだまだやってんかなと思った。ここ取ってんすか。一足で行こうって一足で行ったらやられるで。とりあえずここ開けといちゃってくれる。まあ、今日は一日いいお別れをしたいと思います。セリナ精一杯やりますんでよろしくお願いします。ので今後ともよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。今日揃って楽しくやっていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。
この新しい櫓で、初めてのお釈迦さん、よろしくお願いします。名倉新一さん、はい、ありがとうございます。
年ぶりの祭りこそほんまにヤグラやっぱええな、楽しいな、ほんまに皆さんのおかげで楽しい祭りさせてもらいます。ありがとうございます。嘘ばっかりやちょっと真面目な話させてもらいますけども、営業か、お釈迦さん、これは福島沼町の庄屋さんの、御社に、感謝して、お釈迦さんこの、江戸時代からですか、ずっと受け継がれてきております。この感謝という言葉が今年新町のこの新町のやるなり、キーワードとなって、出てきております。ここに賢いよ、ようさん名前書いてもらってます。このようさんのお金をいただいた方々に感謝いたしたいと思います。またこのお金は取られたものではありません。一軒一軒一社一社、頭を下げてお願いしてくれた人たちがいます。また、棟梁とこ、堀市のとこ、毎日に通って、打ち合わせしてくれた人たちがいます。またそれを候補にしてくれた人たちがいます。その人たちにも感謝したいと思います。また祭りに、関しましても、交通整理、張りの用意、またお掃除とかやっていただきた方々がいます。その人たちにも感謝したいと思います。また何よりも、祭りを盛り上げてくれました、青年団の皆さんに感謝したいと思います。どうか私も20年も経ったら死んでると思いますけども若い皆さんには、このヤグラ、感謝感謝の塊のヤグラをどうか我々に言っていただきたいと思います。はい、それでは最後行きたいと思います。お釈迦さんのシャンシャンシャン、感謝を込めて、お釈迦さんのシャンシャンシャン、事故で何より、お釈迦さんのシャンシャンシャン、またまた来年、お釈迦さんのシャンシャンシャン、どうぞ。